顔アフ。今回は元自民の議員の弁護士が逮捕という衝撃のニュースが出てきたので見ていきましょう。詐欺まがいのグループと5億円を荒稼ぎしていたのがこの元自民の弁護士ね。でちょっとこの人のね、面じゃなくてお顔をまず見ていきましょうね。この逮捕された、元自民の弁護士ね、今野智博君は、まあ、こういう感じね。これこうザザ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 ザって、で元はあの第二子だからあの落選しちゃったのね。 でこの今野君は地盤ではこのね、この小泉龍司君って人が選挙に強くて、今野君はあの落選して、まあ、元の弁護士ね、最初弁護士やってからあの議員になりたくて、議員になって落選しちゃったからまた弁護士をやってたっていう人ね。でこの人がね、何をやったのかね、私実はねこの手の記事が得意です特殊詐欺とかね、広域強盗とか一時期調べてた時があって、このスキームとかね、どういうスキームでを考えていたのかなとかね、そういうの見るのがね結構好きっていうか、まあ暑苦しいっていうかね、まあ、悪賢い、あの世の中にはこんな悪賢いやつがいるんだなという、まあ、新鮮な気づきというかね、はい、記事がね2個くらいあって、今日はどこまで行くかね、まあ、とりあえずこうざっとね、何を やらかしていたのでしょうかということをまず見ていきますね。前代未聞の事件に、弁護士業界に、衝撃が走ったんだって。この警視庁捜査二課が6月13日だからちょっと前の話だよね、まあ、10日くらい前のね、前に、ね、逮捕はありましたと。で弁護士法違反ね、今野智博くん48歳。まだ結構若いよね。で、これはさ、黒髪で、まあまあ爽やかそうに見えるけれど、例えばこれとかどう？これ。ねえ、これなんだろう、茶髪っぽくしてて、なんかさ、その筋の人というかね、まっとうな弁護士には見えないね、これはね。で、弁護士資格を持たない人に名義を貸すっていう、この非弁提携っていうのね、これ私初めて聞いた。あの非弁活動っていうか非弁行為っていうのはなんだっけ、待ってね、非弁活動じゃなかったっけ、よく聞くやつね。弁護士じゃない人が弁護士ですと言って活動することを、あ、非弁活動ね。 でこれはねちょっと違うのね。非弁活動ではなく、非弁提携はどういう犯罪かというと、あの、俺の名前語ってもいいよというね、そのやり方のことです、非弁提携はね。だから、この人なんだっけ、名前。今野くんでしょ？じゃあ、今野くんでもない人が、私は、今野ですとか、今野の事務員ですとかって言って、なんかは悪いことをしちゃうね。はい、それを非弁提携で、世の弁護士がそれ以上に問題視しているのが名義の貸し先ね。だから誰とやったのでしょうね。で誰に提携、誰と提携したのか、だから誰に俺の弁護士としての名前使っていいよと今野君は言ったのでしょうか。で、それがあまりにも問題だってことね。だから今野くんがこうつるんでたメンツがやばみさーな人たちでしたというね。で今回代わりに法律業務を担った、はい、これがだから今野くんの名前を使って法律業務を弁護士でもない人が担っていたのね。だからさ、弁護士がいて、その事務員みたいな人はいるよね。なんか登記簿取ってきてとかっていう、弁護士のこうお使いみたいなことをする事務員よりもは、なんか越権行為をしてたってことだよね。で、この10人が逮捕で、
だから今回のこの件で逮捕者は11人ね、今野くん含めて、この非弁提起していた男女合わせて11人という、これ大量逮捕だよね。うん、これなんかちょっとした大事件だよね。で、これで思い出すのがさ、なんだっけ、1、2年前に特殊詐欺やってたあのフィリピンにいたの渡辺一美が、特殊詐欺からの広域強盗で、あの件どうなったのかね。うん、日本国中ですごい強盗やりまくってたでしょ。で、あれはなんかこう報道が立ち消えになっちゃったのはちょっと上にいる人がまずいね。そのトップにいる人ね。だからあれ、渡辺一美は組織で言ったらなんだ支店長クラスぐらい、で、その上にいる人の名前を出せないので立ち消えになった。まあ、あの山口組とかその辺の名前までは出てきてたよね。でも実はその奥の院誰かいませんかとね、私は考えてます。自民党の誰かあの件に絡んではいなかったでしょうか。まあ、その辺は分かんなくなっちゃったけれどね。で、この案件がね、我々が賢いんだよね。よくこういうこと考えつくなっていうのはね。で、彼らのバッグに特殊詐欺グループがいたのではないかでと疑われているでしょ。で、おそらく警察に怪しまれていたのはこの10人のグループで、あ、こっちが先に怪しい人がいるなっていうのが警察に分かっちゃったんだね。で、そこを辿っていったら今野くんに行き着いちゃったというね。まずいね。で、今野くんはね、今野くんを含むこの11人、この一味は、被害金の回収見込みのないロマンス詐欺やネット詐欺の案件を引き受け、約900人から合計5億円の着手金を受け取っていた。で、このロマンス詐欺はさ、あの結婚詐欺みたいなやつだよね。うん、あなたと結婚するつもりだから、で、あの、その期待を持たせて、でも今ちょっといろいろ困ってるから、私の口座に振り込んでみたいなので、会ったこともない人の口座に、どんどん振り込んじゃうとかね。よく外国人でやったりするよね。外国にいます。で、私は お医者さんです。で、あなたと結婚するつもりがありますみたいなね。で、その、だから被害者がいるわけだよね。うん、で、その被害者が、騙された金を取り戻したいと言って、法律事務所に連絡を取りました。で、そこでまた騙されちゃうっていうね。被害者からしてみたら、二重に騙されるという、もうでもさ、人間が信じられなくなっちゃうよね。うん、騙されてショックを受けて、もうお金も取り戻したいと必死の人が、法律事務所でまた騙されて、あの着手金何十万円とか取られちゃうっていうね、こういう件です。で、このね、今野くんのね、今野法律事務所っていう、まあ、サイトはあるよね、あの作ってるよね。そこにこのフリーダイヤルがあります。はい、だからこのフリーダイヤルにかけるとこの弁護士と話ができるのかって普通思うよね。うん、だけども電話してみたら、その電話を取ったのは、この資格のない人たち、この10人のグループの男女ね。で、アジトにつながっちゃうんだって。今野くんの法律事務所に電話をかけると、それは、悪人のアジトにつながるんだって。で、着手金のうち1割を同容疑者が受け取るスキームになっていた。これ分かります？今野くんの取り分ね。だから俺の名前を使って今詐欺していいよという、まあ、許可をしてたってことだよね、今野くんがね。で、困った人が、あの詐欺の被害に遭った人が電話かけるとこのアジトにつながっちゃうでしょ。それで、あ、私はあの今野の事務員ですとか言って、このアジトの一味が、あ、分かりました、 お困りでしょうね、じゃあ、 あのうちで解決してあげますので、つきましては着手金20万円払ってくださいとかと言って、騙し取るでしょ。で、その着手金20万円の、2万円が今野くんに入るという、こ
このスキームを考えたのは誰なんだろうね。今野くんが考えたのか。だから今野くんは黙っててもお金入ってくるよね。でこれ10人に自分の名義貸しっていう名義貸しをしてたから、これ美味しいよね。これね。でですよ。でもう一つ悪質だったのは、この元議員という肩書きも利用していたんだって。うん、だから弁護士プラス元議員ですから、うちの先生は元国会議員ですよという、この語りも入れることができたってことで、うん、まあこの部分は確かに嘘ではないよね。で藁にもすがる思いで詐欺の被害者たちっていうのは助けを求めてくるわけだよね。うん、でその人たちを安心させたり信頼させるために、いやうちの先生はね弁護士かつ元国会議員なんですよという、この、ね、セリフも入れてたってことね。でもし仮にこれが事実だとすると、それを許していた今野くんは弁護士の風上にも置けないよね。で弁護士資格に対する信用を失墜させる卑劣な行為です。これがこの佐久間弁護士って人が話してるのね。で実は今野くんはもともと弁護士になりたいわけではなかった。でもともとはね、第二子ね、だから政治家になりたかったのですが、まあ地盤もないから、じゃあ最初は弁護士でもなろうかなってね考えて、でもそれで弁護士になれちゃうから、まあ知能は高いってことだよね。5歳の時から政治家になりたいと考えてたんだって、今野くんはね。で頑張って政治家には慣れましたが、この地盤ではさっきの小泉龍司君っていう強敵がいて、2回くらいやったのかな。今野くんはね政治家をね2回やって2期務めて、で弁護士に戻らざるを得なかったってことね。落選しちゃったからね。ちょっと待って、埼玉、当選回数は 2回ね、やっぱりね。でですよ、ここはね、まあ、政治家としてうんぬんかんぬんで、で、この、周辺で営業する店舗のスタッフね、だから今野くんの法律事務所の近所の人たちは、いや今野さんが出入りするのを、見たことがないですよねとね。で、この後はね今野くん の評判ね、例えば裁判をやった相手方の弁護士が、なんか変なの出てきちゃった、とにかく今野くんって人はその裁判を勝手に欠席しちゃったりだとか、やる気がなかったりだとか、もうすごい横柄な態度で、何かこう問題を起こしそうな人物に見えましたということを、口々に言われているのね。でその結果が今回の逮捕ですという話で、でね、でこれはねもう一個の、ね、記事はね、実際にどういう手口で騙されたのかっていう、この被害者の女性が語るね、お話で、もう誰だって騙されちゃう、うん、だからすごく巧妙なスキームがもう出来上がっている。でこういうさ、詐欺のスキームを考える人っていうのは、例えばなんとか大学、すごく有名大学、ハーバード大学 の文学部心理学科みたいなところで、こればっかり考えてるんだって。どうやったら確実に騙されるかっていうね、うん、だから確実なスキームがあるにはあるから、こう騙されちゃう人が一概に悪いということにはならない。で今回の案件は一回詐欺の被害に遭ってる人がもう一回法律事務所で騙されちゃうっていうケースなので、もともとなんだろう、こうゆとりがないね、うん、心のゆとりがない人が大丈夫です、うちが助けてあげますと言われると、まあ、それはもうさ飛びついちゃうよねというよりも、法律事務所で騙されるとは普通考えないよね、うん、だからそこをそこにつけ入ってる、うん、とてもまあ卑劣としか言いようのない
この犯罪を元自民のね、自民党の人がみんながみんなやるわけではないのですが、なんかこう自民党っぽいなっていうね、でですね、このね、ちょっと K さんのケースはね、ちょっとこれね、細かくね、見ていっても、この K さんのケースをね、ざっくり言うと、あの詐欺ね、こういう詐欺ね、ありやすいから、ちょっと K さんのケースね、どういう案件だったかね、見ていきますね、最初の方でね。これって、この詐欺にかかりやすい人、いるなっていうのは、このね、東北地方の中小企業で働く、女性ね、木之内さんって人は、最初にあった詐欺は、副業詐欺の被害で、今、物価も上がって給料も上がらなくて、なんか、自分の仕事だけじゃ生活できないなって人増えてるでしょ。で、そういう人に、そういう人がこのビジネスセミナーとかこう行ってみたりするわけですよね。で、そこで知り合ったのが企業コンサルタントの人で、で、LINE 交換をしちゃってたんだよね、この木之内さんはね。そのビジネスセミナーに行った時ね。で、副業サポートを始めようと思っているんですが、興味ありますかと、この企業コンサルタントを名乗る K から連絡があって、ああ、私今もうそういうの興味あるんです。働いても給料が上がらないね。この状況から抜け出したくて、ちょうど副業を始めてみたかったんですよという、渡りに船の連絡を、この企業コンサルタントね、まあ、この人も詐欺なんだけれども、まずはこの詐欺に出会っちゃっただって話ね。でね、これもね、情報商材を売ってくださいっていう詐欺だったのね。で、私がこれまで仕事で培ってきた専門知識をあなたが記事とか PDF にして売ってくださいと言われましたというね。で、なんかこれならできそうかなと思って、 K さんは、K さんじゃない、この木之内さんっていう騙されちゃった女性ね、この詐欺師の K に60万円払っちゃったと、そのコンサル料がかかるうんぬんかんぬんで、で、このコンサルタントも最初のうちはやってたけれども、こんな適当なことを言い始めたのね。友達に売りまくってくださいで、これはノウハウっては言わないじゃん。友達に売りまくれで。で、そっからこの K は、なんだかんだ言って、まあ、逃げちゃったみたいなね。で、あ、これ詐欺だったっていうことに木之内さんが気づいて、それで、今の法律事務所に連絡をしました。はい、そこでも、着手金の20万円を、騙し取られましたというね。はい、だから、こういったケースで900人って書いてあったよね。900人から、騙して5億円この仲間と一緒に、荒稼ぎしたというケースね。はい。なのでね、もう詐欺って形を変えて、もう数限りない詐欺っていうのはもう絶対やまないっていうか、なんかちょっと困っているなとか、その悩んでいたりお金がないなみたいなところに、つけ込んでまず詐欺がやってくるっていうね。はい、だからこの件は、まあ、詐欺がこう2段階であったっていうケースですが、で、まさかの2段階目をこの法律事務所を語って詐欺をしていたっていう、とんでもないケースではあるのですが、その第1段階の詐欺ね、この情報商材を売りませんか、コンサルタント料、60万円かかりますみたいな、こういうのってさ、結構あるよね。だから変な LINE グループにまず誘ってくるっていうケースがね、すごい多いですね。なので、まずは LINE グループに入らないとか、その LINE グループから連絡があっても応じないとかね、自分の住所とかメアドとかを簡単に教えないという対策をまず立てていくことが大切かなと思います。はい、なんかね、とんでもない事件がありましたねという件でした。はい、またやります。ではまた、バイバーイ。
選手を信じちゃいけないよ、自分の頭で考えろ、いつでもあいつら監視してて、金泥棒させないぞ。